一方の飯田は、さあご覧のように松島選手頑張っております。そして片や飯田選手ですが、なんとあの飯田選手、世界バンタム級チャンピオンのですね、辰吉選手と公開スパーリングをやるという暴挙に出てしまったということなので、会場になっております鶴ヶ市の方に私やってまいりました。辰吉丈一郎、破壊力抜群の右ストレートを武器に対戦相手を次々と KO で破り、日本人最短のプロ8戦目にして WBC 世界バンタム級チャンピオンに輝いた。もうお客さんはこのように集まってらっしゃるわけですね。あなたどちらの応援で？飯田選手です。え、飯田選手、あなたは？飯田選手。お兄ちゃんは？辰吉。辰吉、どうしてでしょうか？強いし。強いし。飯田選手はどうでしょうか？飯田、うめんじゃね？うめんじゃね？飯田選手、おかずみたいな。飯田もうまい。こんにちは、どうも。すごいですね、今日の試合は。試合といっても、まあ、公開スパーリングということですけど、ねえ、辰吉さんと。そうですね。ねえ、なんかあれですよ、新聞なんかによると見ました、これ辰吉さんが、え、女にばかり人気があってケタクソあり、思いっきり暴れて壊してやると飯田に伝えてほしいと書いてありましたけど、もうさっきも本気でやるからだった。今回は世界チャンピオンを前にしても自分のリズムでできるようにできればいいなと思います。正直なところ怖くないです、辰吉さん。怖い。辰吉選手の控え室でありますが、こんにちは。あ、いらっしゃった。どうも。あ、元気ですね。いやいや、どうも。ね、これなの、どうもありがとうございます。新人王、2月にお会いしましたですけど、飯田君とあの松島君の新人王の時に、はい、ね、そこから細く、そうでしょう、見違えるよ、絞りまして、いえいえ、新聞見ましたですよ。新聞、これ。辰吉さん、これ井戸ぶっ壊してやると言ってたという。見て、誰がお腹痛いやろ。いや、うわ今日の試合に関しまして、その相手の飯田選手になんかメッセージがありましたら一言いただきたいんですけど。頑張りましょう。いよいよ飯田聡選手と辰吉選手の公開スパーリングが行われます。白いヘッドギアが飯田選手、青いヘッドギアが世界チャンピオン辰吉丈一郎。いよいよ第1ラウンドの開始です。始まりました、第1ラウンド。さあ、辰吉選手、久しぶりのリングということで見られております。軽くやられてる。
輩が胸を貸してくださってる。行ってきます。どうしよう。あ、結構本気出し。いよいよ最終ラウンド。完全に倒しにかかる辰吉。必死に応戦する飯田。果たして最後までチャンピオンのハードパンチをかわしきれるのか。機会も本当こんなチャンス与えてもらえるのは本当感謝心というかと思うし、現役の世界チャンピオンですから。そうですね。どうでしたでしょうかね、正直なところ。正直なところやっぱうまいですよ。これはお世辞でも何でもなくね、あの僕も試合が流れて、まあ、やってないから感覚的にちょっとずれてますけれども、懐は太い、深いですね。と言ってるうちに飯田選手が、なんか着替えてるやん、もう俺まだこれ口切ったやん、どないしてくれんの。なんなのか、その後になんですよね。防衛戦に向かって一つね、あの飯田選手からも先輩に、もうぜひ今度の試合はもう応援に行きますんで頑張ってください。ありがとう。拍手をしていただければ。本当面白いね、達也して。面白いですね。笑っちゃうんだ。まあ、あの飯田選手もですね、自分でちゃんと受けてるつもりなのにボコボコ入ってたでしょ。でその要するに相手へのプレッシャーのかけ方はどうしてるんだというテクニック的に、そんなような話とかもね、いろいろ、あの聞いたりなんかしてましたですけど、まあ、飯田選手も来年、日本タイトルを狙うという方向にね、向かってますからね。また飯田松島だね。そうですよ、日本タイトルかけて、映画みたいですね。映画みたいですね。宿命のライバルですね。そうですよ、飯田選手なんかもはや辰吉丈一郎と並んで試合、あのスパーリングの前にサイン会やってましたからね。辰吉丈一郎はザーッとサイン書くんですけど、飯田君は飯田聡ってテストの